大学生の視点で酪農の課題を洗い出し解決策を見出すため学生が能登町の牧場を見学しました。能登町の西出牧場を訪れたのは金沢大学の学生4人です。出会いと学びの機会を作るため学生が県内のさまざまな現場に出向き地域交流や課題解決に取り組むプログラムの一環です。学生たちは乳牛の乳搾りを体験、円安の影響で配合飼料の価格が上昇しているものの牛乳の単価が上がらない現状など酪農の課題や苦悩などを学びました。自分で飼料を作ったり、またこんな自動的に餌をあげたりお乳を絞り出したりするシステムを取り入れて企業努力があったっていうのは自分自身こう消費者として全然知らなかったのでそこはびっくりしました。酪農の持つ魅力であと社会における役割というふうなこともしっかり伝えていきたいなというふうに思っております。今月28日には学生と酪農家が集まり北陸の酪農が抱える課題の解決につながるアイディアを出し合う予定です。